AGI カンフージェネレーションは日本の4人組ロックバンド。略称アジカン AKG。所属事務所はスペクトラムマネジメント。所属レコード会社はキューンミュージック。1996年関東学院大学の音楽サークル内で結成された。入学時に後藤はとある音楽サークルから勧誘を受けるが集合場所を間違えて、 別の集合場所に行ってしまい、そこで、北県会と出会う。当時その部活には、UK ロックファンが、北しかおらず、話をしているうちに盛り上がり、バンドを組もう。隣結成。後藤曰く、北くんに待ち伏せされて結成した。という。当時、後藤は二部、つまり、夜間学生であったので授業が始まるのが夜からで、あったのにもかかわらず、北が、 夜まで大学校内で待っており、後ろから、後藤くんと声をかけられたというエピソードがある。バンド名の由来は、後藤が好きだった G、ミッチェル・ガン・エレファントが A 単語を3つ使用していることから、3つ単語を使おうと思い立ち、考えた末に、AGI カンフー・ジェネレーションで決定。海外の人たちが読んで、驚くような名前という意味も込められている。カンフーは、後藤が カンフー映画好きだから。このバンド名について、オアシス元メンバーのノエル・ギャラガーからは、クソ素晴らしいバンド名だ。とコメントを受けている。また、リアム・ギャラガーから、バンド名にカンフーってついてるけどお前カンフーできんのか。と聞かれた際、リアム曰く、クソ下手くそな英語で、できません。と答えたという話があるが、後藤曰くデマであるとのこと。略称は、アジカン。 文字媒体では、AKG、または、明富士と称されることもある。ちなみに、ゴー f ー c ーチキンボーイズというバンド名の候補もあった。また、大学時代山田が加入した最後等から、バンド名は、アジカンだから、と言われたが正式名称を長らく聞き出せず、何かの略なんだろうな、としか思っていなかったというエピソードがある。空におのぞく、全楽曲の歌詞は、 後藤が手掛けている。情景描写と心理描写を巧みに駆使した、ほとんど日本語で綴られる抽象度の高い歌詞が特徴である。CD に付属している歌詞カードが縦書きなのは、後藤がイースタンユースの影響を受けており、また単に横書きが苦手であるからである。作詞字も同様に縦書きで歌詞をノートに綴っている。作曲もほとんどが後藤の手によるものだが、 他のメンバーが作曲に関わることもある。また、曲を作ったメンバーが歌えばいいという方針であり、北が作曲した、嘘とワンダーランドでは、後藤ではなく、北がメインボーカルを担当している。なお、初期の音楽性は、叙情的なメロディと歌詞に、後藤の叫ぶようなエモーショナルなボーカルが乗るという点が、イースタンユースと共通しており、影響を色濃く受けている。また、 NGS というタイトルの楽曲を作ったりするなど、ナンバーガールからの影響も随所に伺える。曲のコーラスは、ほとんど北が担当しているが、シックススアルバム、マジックディスク収録曲のコーラスは、総仕様を除きすべて、後藤自身が担当した。また、自主制作版、イースター、ワンダーフューチャーを除く CD ジャケットは、すべて中村祐介のイラスト。マネージャーの通称は、 キャッツ。メンバーは、アジカンだけでなく、他の音楽も聴くことを勧める。ラジオでは、他バンドの音源、特に洋楽を多く流していた。台湾にて、アジア的、イサオ世代としても、CD をリリースしている。アジアやアメリカなどにも広まり、アメリカでは、日本からの輸入 CD を扱うレーベルに、CD リリースを所望する運動が、ネット上で起こった結果、ソルファが、 ソルファというタイトルでリリースされた。地上波テレビへの出演は、パフォーマンスは2012年の僕らの音楽、ミュージックラバーズ2013年のアーティストの3回。後藤正文、血液型 O 型ボーカル、ギター担当。北県会、血液型 A 型は日本のギターリストである。リーダー、ギター、ボーカル担当。人物参加作品使用機材。 山田隆弘、血液型 A 型は、日本のベーシストである。ベース、ボーカル担当。人物使用機材、伊地知吉、血液型 A 型は、日本のドラマーである。ドラムス担当。人物使用機材、ことは、自身のルーツとして、オアシスの、ライブフォーエバーを挙げており、この曲を聴いてなかったら自分が音楽を、やってなかったんじゃないかというくらいだと述べている。他には、 10代20代の節目となった曲として、フーファイターズの I.L.L. Stick Around リーフの Naked を音楽を始めてから影響を受けた曲として、ウィーザーの Only in Dreams, イースタンユースの夜明けの歌を挙げている。100年後も誰かの心に残っていてほしい曲は、ニール・ヤングの Only Love Can't Break Your Heart と、細野晴臣の東京ラッシュだと述べている。ありがとうございます。